始まりました。ザ・ノイジズズームでお送りしております。今回もお届けするのは私、レツコと北山と。秋5場所です。よろ,しくすよろしくお願いします。大阪がね、もうついに緊急事態宣言が出るかもみたいなことがさっき流れてきましたね。ええ。はい、発令されてしまえば、12月の15日までは外出が一応できなくなる可能性が高いと。うん ね、いうことのよう住民投票で使ったお金使えよかったのにね、こ,れこういうことに。そうですね、100億使ったんでしょ、あれ。うんうん、もったいないですね。あすねうん、まあ、でもうん、まあ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 、それは話はまあ別になるんですけど、えー、ちょっとね、アンタッチャブルっていう映画を今回は語りたいんですけど、はい、あの禁酒法の時代の話じゃないですか。うん、要するにアルカポネ。 ね、すごく活躍した時代の話なんですけど、うん、まあ今考えたら酒をねなんか飲むなみたいなのも変な話ですけどねうんまあね、うんうん、でもそれをまあやったおかげで暗躍する男たちがまあ出てきたっていうことですよねアルカポネみたいなね、うんうん、だから今もこういう,うんご時世で割と自粛しないとっていうふうになってくると何らかの業種は暗躍してるんでしょうけどねまあそうですねやっちゃいけないって言ったら 制限ができるってことは、そこにんかうまみがね、できますからね、なんか悪いやつらがいるんでしょうけどね、まあ、今回はそういうことで、えー、ショーン・コネリーさんがお亡くなりになられたっていうことで、語りたいです、アンタチャブル。はい、ね、これでも、共感シアターでやるって言ったのを見てみたんですよ、久しぶりに。あやってましたね,、うん、ね。やってたんでね。 でまあまあ言ったらケビン・コスナーの映画ではあるんですけどまあやっぱり一番目立ったのってショーン・コネリーやったなっていうイメージは確かにあったんでねでもどんな感じだったっけみたいなね、うん、本当にでも最近もう古い映画全然覚えてないなと思うんですよね良かったじゃないですか2回楽しめるから2回どころか何回でも楽しめますよ <laughs> <laughs> だってあのー 今日なんか話をしてて、あの、えー、っと、ロバート・デ・ニーロの映画をとかっていろいろ話してたんですよね。で、その時にまあ僕アンタッチャブルとかでとかって言ったら、あの、カジノを見たって,って言ってたんですよ。その僕の話し相手が。うんで、カジノを結構僕何回も見てるはずやのに、うん、忘れてますね、カジノのこと <laughs> なー。あ えー、大体の筋書きとシャロン・ストーンがひどい女やったなとあとペシがアホやなとかなんかそういうね、うんうん、なんかざっくりしたやつしか覚えてなくてでこれカジノ見たんで次何見たらいいですかねとかって言うから。 まあじゃあ次、グッドフェローズとか、まあまあグッドフェローズ見てないとグッドフェローズいいですかねとか言ったら、ああ見てみますよ。グッドフェローズどんな話なんですかって聞かれたら、えっと、うん、まあギャングの話ですって。<laughs> <laughs> 僕の記憶がすごくざっくりしていってるんで。まあまあねう、<laughs> まあそんな感じっすよ、あの映画は。うん。でもまあほら、また見たら面白いじゃないですか。うん、うん。ああいうのって、 まあこの間のアメリカンギャングスターもそうですけど人間関係が集約してますからねえうまくねあの組織やっていきたくてもなぜかね人間関係でこうおかしくなっていくんでねアンタッチャブルもまあ言ったらアルカポネはねもう盤石のね姿勢を整えたはずなんですけどまあそのケビン・コスナーみたいなね空気の読まない捜査官がやってきちゃってでそれに乗っかるねショーン・コネリーが。 うん、ずっともう冷や飯食わされてたわけじゃないですか。本当のね、えー、警官として生きるみたいなんで生きてるせいで、全然ね、あの普通の役職に就けずに、あの年になってパトロール周りですよ。<laughs> えー、で、私の部署に来ないかってってきたら、もう、権利発動するぞって言って、でもうみんなでね、国境際のところで、もう銃を撃ちまくって、えー、もう捕らえるぞ、ヒャハーみたいな感じですよね。うん、えー やりすぎてるがあまりね、まあ、ちょっとネタバレしますけど、ショーン・コネリーっていうのはまあ命をね、途中で落としちゃうことになるわけですけども、ただまあ、死を落としてもなお正義のために生きようとしたっていう、その生き様をね、見て、ケビン・コスさんっていうのがまあもう一度奮い立つっていうのが、この映画の非常に面白いところでございます。はい。<laughs> なんかで、今見ると、なんかまあ、イナオディの影響かもしれないですけど、 あの音楽とかこんなに良かったのかとか、やっぱり違うところに行くようになりますね、年齢重ねてみるとね。あと、本当に、あのーまあ、昔からリクルート事件とかね、西部の会長捕まったとか、いろいろ経済陣を、ね、見てきてる僕からすると、うん、アルカポネもなんか同じように見えるんですよね。<laughs> にねまあ、ちょっと悪いやつではあるんですけど経済をねうまくこう回して生き延びてたやつなんですけどなんかちょっとした人間が出てくるとああいうふうに引っ張られていくんですよね、うん、思惑から外れるようなねことが起こるっていうだからまあそういうのが起こんなくて逃げれる人っていうのも世の中にはいっぱいいるのかもしれないですけど、うん、なかなかねやっぱり長い人生でいろんなことをやっていくとああいうトップからこう陥落していくっていうことが。 やっぱりあるんやなと思ってまあなんかこう悪を懲らしめるうんうんとか違う見方で僕は見てましたねで禁止法が終わりますって言ったらもう完全にアルカポネの時代はもう来ないっていうことですからね悪行で実在でね入れられてしまって実刑を受けて、ね、何とかやっていこうと思ってもまあ禁止法は終わっちゃったんで一番うまみのある、ね、時代が終わりを告げたっていうわけかまた違う時代のやつらがやってくるわけじゃないですか アメリカンギャングスターみたいに直で下ろすやつらとか出てくるわけじゃないですか。まあそうで,す、ね、で、でペク教授とかも現れるわけじゃないですか。うん、<laughs> なんかそういうのをね、<laughs> こう、数勢を見ていくと、まあ、なんかいろんなやつって、出て行っては消え、出て行っては消えやねんなと思うと、なんかまあ寂しくもありますよね。うんうん、あんまりね、うまく生き続ける人っていう方が、本当にまれでね、人生ってやっぱりそういうのがいっぱいあるんやなっていう感じはしますうん、うん 今なんかあの、来年に向けていろいろ商品の企画とかやってるわけですよ。はいえー、でやってて、やり取りをやってる人とかが、まああのー、昔みたいにね、そのマーチャンダイジングっていうのが儲かってた時代を知らない人ってやっぱり担当者で結構多いんですよ。あ、まあ、なるほどね、えーで。今ちょっとね、海外とのやり取りをやってて、中間でまあ、 どうしてもやっぱり僕の英語力っていうのがちょっと足りないんで、ええー、うん、あの、手伝っていただいてるんですよね。企画書とか作るときにね。ええー、うん、その中間で入ってる方にね。で、うん、その方とかはもうもともとアパレルのすごく景気の悪い時代に、今20代の後半ぐらいかな。ちょっと景気の悪い時代に入ってきて、うん、アパレルの業界っていうのももうすぐに潰れちゃって、うん、で、今こういう権利関係の 仕事のとこついてるんですけど、なかなか決まらないですね、みたいなこというわけですよ。うん。うん。でも、僕が最初に、いやそれこそ、アイアンジャイアントとか、ケロッグとかやってた頃は、もうマーチャンダイジング会社がもう、めちゃめちゃいたわけですよ。うん。もう、一つね、なんか、オードリー・ヘップバーンの権利だけでも飯食えます、みたいなね、こと言ってて、うん、うわー、みたいな。 なんか、もう次から次へと、こういうのも権利でできます。こういうのも権利でできます。で、ちょうどそういう時に、ケロックが、ケロックのキャラクターが日本で解禁されるんですよみたいに言って、北山さん、一緒に日本で初めてのケロックグッズ作りませんかみたいなことをね、昔言われたわけですね。うん、それまさか、えー、映画、ケロック博士じゃないですよね。違う、そんな怖いじゃないですか。<laughs> <laughs> <laughs> あのグッズ作った結構怖いですよ。<laughs> えー ケログ博士ね、なんか僕、ケログってもっとグレイトなやつだと思ってて <laughs>、あんな映画見たら、あーっていう話ですからね。うんん、ほん,とほんと、それやったらあれですよ、マクドナルドの <laughs> レイクロックの話も、大概怖いですよね。<laughs> あんなのなんか普通に公開してますけど。いやもうね、今度、ブルーレイ、廉価版出ますから買ったほうがいいですよ。<laughs> そんなに人気あるの すごいな電版まで出るんだ <laughs>、まあ、でもあれは、まあ、マイケル・キートンの中でも5本の指には入りますからね。面白いですよ。いや、面白い、面白い。なかなか企業ものとしてもすごいです。最高ですよねあの。サイコパスの映画としても最高ですよね。<laughs> <laughs> やばいですね、もう途中でね床のところでマクドナルドの店でシミュレーションしてたあの兄弟のシーンがね僕には白黒に見えるんですよ、こうモノクロームでね、うん、楽しそうに。ね、うん こうやったらこうできるんや、こうやったらシステムで早くできるんやって言ってね、言ってたやつを聞いてて、マイケル・キートもなるほどって。で、これ、ハンバーガーどうやって食うのみたいな。<laughs> うん、このままでって。<laughs> あちらの方であの座って勝手に食べてください,みいえ。みたいな。えみたいな。あの辺が一番ほっこりできる時代ですよね。まあそうですね、えー。システム全部吸収してからもうとんでもないことになりますから。うん、まあバイバイねあの会、会計士でしたっけなんか 弁護士とあれとくっついたあたりからやばいですからね。やばいですね。土地ですよ。つって、ね。<laughs> <laughs> うん。って言って。そういうことっていう。<laughs> なんだこの別会社害者。<laughs> いや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 。あれ怖い。ですよね。ああいうだからまあ。なんか企業もっていうのは、ね。きっちり掘っていくと全部怖そうですよね。もうだからね。うん、ちょっと本当に。前ツイッターも書いたけど、やっぱ。マイケルキートンの企業もをちょっとね。 あのスパイダーマンのホームカミングと <laughs> まあ企業家もんじゃないけどあとバードマンと3本でどっかでやってほしいですよねああバードマンねあのーゴールデンゴールデンアーチ3部作ああゴールデンアーチ3部作ですねもう <laughs> バードマンのね羽も M に見えますね,ね <laughs> ほんとね 裏にね、裸で出されて、あのドア閉まってたときに、ひゃーって、あの、<laughs> <laughs> 走っていくマイケル・キートンがもう忘れ,られないあとホームカミングだってね、翼みたいのつけてるし。つけてるつけて、飛んできますからね。みんなゴールデンアーチですよ。いや、ホームカミングのマイケル・キートンなんて、ほら、ちっちゃい商売じゃないですか、盗んだ頭皮をね、レドねやってた。レドあれはね、なんかもう、最初には、いや、もう、俺、こんなにお金かけて用意したのに、なんなんだーっ,すって。 いらねえクッって言われるとらもう俺たちなんかもうマイケル・キートンの目になっちゃうでしょなんかなっちゃうなっちゃう。ゃう <laughs> いやあ俺たちやりたいように生きるために稼いでやるさスパイダーマンですから、うん、俺たちの中になんかいやもうすごいですよ <laughs> だって娘のボーイフレンドですからねがスパイダーマンですからはあっていう話ですよねでも車でねバックミラー見ながらお前かっていう目で見てますからねグ <laughs> ーッてしてるとにね言ってみればアルカポネですよ 本当、本当。んんいや、アンタッチャブルもね、最後の裁判のシーンでね、陪審員全員買収してたはずなのに、えー、っと、総入れ替えしますって言って、なあって言って、どういうことやって,ってもう、はい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 、カン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 ガンってってね、裁判官が裏切っちゃったんですよね、うん。裁判官も実は買収されてたんですけど、 それの証拠も持ってるぞって言って、ケビン・コスナーがまかけて言ったらね、ドキッてしちゃってね、陪 <laughs> 審全員入れ替えますって言って、<laughs> もう初めてあのデニーロがうろたえましたからね、うおお,おいって言って、<laughs> 待て待てって,って言ったんでっち、ね、なんか、拡張が高いようでいて、ところどころ安い演出が最高ですよね。<laughs> デニーロが安いでしょ やり方があとはビリー・ドラゴンの,の白ジャケットで決めた殺し屋とかね。<laughs> そうですね。なんかあそこは妙に安っぽいんですよね。<laughs> 安っぽいですね。なんでしょうね。なんかデニーロが出てるからこうちょっとなんか下世話な感じがしてよかったですよ。最初も、うん、あのー、ねこう悪いことね言ってたら急に。 動いて、ここのところ、頬のところが散髪屋のところでね、ジャって血出るんですけど、んーってやってて、あれがなんかものすごいわざとらしい演技をやるんですけど、<laughs> あとなんかファミリーの裏切り者だーみたいなときの,のぶっ殺すときとか、<laughs> <laughs> よし、さあ、あのみんなでパーティー戻ろうみたいなで、<laughs> 完全にもうぶっ殺してましたからね、ガンガンガンガガって。あの辺がもう最高ですよ。 まあまあね。まあ,ねあれ、ブライアン・デ・パルマですね。ねまあどうしてもブライアン・デ・パルマがやると、ほら、もう多少なりともね、なんか格式上がっちゃいますからね。うん、格式がそん格式であるとまたちょっと違うんですけどね。そうですか<ー>なんか僕の中では、もうその昔のね、なんかこう、低予算でやってた頃の。 デパルマとはもう違う感じになってますよね。後のデパルマ節がもうこの時出てきてるなーっていう感じがしますけどね。最近だから僕まあ、どっちかつというバーホーベンの作風に近いんですよね、全部ね。だからなんか作り方が絶えず全部ある。あはいはいはい、うん。なんかもう、あの、考えやっていながら、もうなんかちょっとセットでやってる感がいつもね。うん。うん、ああ、そういうふうに思いますか。うん、僕はね、うん、なんか。 割と、ほら、悪魔のシスターとか、キャリーとか、うんうん、まあまあ、スカーフェイスぐらいまでですかっていうのは、なんか、ね、ちょっと頭おかしくて好きなんですけど、だん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 、ほら、なんか、ミッションインポッシブルとか、ファム・ファタールとか、ああいうの見てると、なんかね。ファタールはやばい。うん、<laughs> いやいや、まあ、ミッションインポッシブルももう完全にあれじゃないですか。なんかもう完全に、もう作り事の、 アクションの世界って感じで作ってるじゃん。もうあれおもちゃっぽいですよね、ね、うん、作り方。うん。でもなんかそういうのねそう、僕は格式高く見えちゃうんですよね。なんか金がかかってきた分ね。なんか昔みたいにちょっと狂気の部分がなんか感じられなくなっちゃってきて。いいじゃないですか。まあ、あの水槽が壊れる途中にバーッ、ダッシュダッシュってくるってなるとこね。うん。ああいうのもね、いいですけどね。うん。まあまあ、ともかくアンタッチャブルね。あの、なんか見ると。 ショーン・コネリーも一つ、あのー、なんか一回ね、ちょっと下の方になった感じですけど、この子を習うと、ね、まあ、もう違う役者としてこう、ガチッとした感じが、まあ。ハゲがね、ハゲがちゃんと様になってる、受け入れられた。うん<あ> <laughs> あそうそう、だって、やっぱ,<あ>やっぱね、まあ、俺もこうやってハゲで普通に今、誇らしげにいってますけど、やっぱりショーン・コネリー。かっこいい ね、やっぱハイランダーのショーン・コネリのハゲ、アンタッチャブルのショーン・コネリのハゲ。イランダーの時はめちゃめちゃかっこよかったっすね。あれはショーン・コネリ、なんかかっこいいなと思って、うんうん。あれがどっちかというと俺の中でショーン・コネリの復活ののろしですよね。あねあ、そうか。ハイランダーの方が。はい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 。うん、アンタッチャブルってその後なんですかね。どこだったかな、うんね、かそうかもしれない、ねうん。 なんか結構、その時間軸があんましわかんないですけど、ショーン・コネリーで言うと、そうか。うん。そうですね。ハイランダーの方がその1年前なんですよね。うん。だからほら、ネバーセイ・ネバーゲインで、久々にこう、ボンドやったじゃないですか。うん、であれはなんかちょっと吹っ切れた感じのボンドで。 ね、なかなか良かったですで髪の毛は全然吹っ切れてないですよ。吹っ切れてなかったんですか <laughs> <laughs> あんまりそこに注視して見てなかったです。あ,本もあんまり、ええー、まあ、うん、じゃあつけるよって、ってくっつけ感じのあ。やっぱり思い,い思い切ったハイランダーの方がやっぱりいい感じなんですかね。ハイランダーの方がバレッととかって、ははははって感じで。<laughs> 楽しいですよ。 ネバーセイは本当に寂しいね、ねあれはねあ<ー>、ま。今見ると楽しいけどね。うん、楽しいですけどね。うん。そうか、そうか。で、アンタッチャブルで、まあ、その後、インディ・ジョーンズ、最後の聖戦につながっていくわけですね。うん。オレンダーナとオーション・コネリー、また、まあ、だから、若い頃よりいいですよ。いいですよね。うん、うん、確かに。レッド・オクトーバーを終えとかも最高ですもんね。うん、やっぱね、今見ると、 申し上げたけど、ダブルセブンのションコネリの演技はショぼボイすよ。<laughs> まあ後のコネリを知ってるからね。えー、あれはやっぱりなんかショボイス。っねうん、そういうゲーム、それしか求められなかったのか、それしかできなかったのか分かんないですけど。ね、うん。うくなるもんですら、ね、演技う、うん、まあ、求められてた部分っていうのもあったと思うんですけどね。うん、ああいう感じのをやってくれって言われてたからやってたのかもしれないですけどね。うん。後はなんか、 まあなんか割とかた、硬、ね、い感じはするんですけどね、常に、ショーン・コネリーって。あの,のロジャー・ウーガーみたいな優しさは感じないですよね。柔ほかね、なんか別にジェームス・モンドじゃない映画でも結構いい映画いくつかあるんですけど、まあやっぱそうななるよれ、「風とライオン」なんだっけな、まあアラブのやつもなんか結構いい映画ですけどね。「ははいはい風、は、と、い、ライオン」ってすごい古い映画じゃないですか。 なんだかタイトルが違うかもしれない。まあ、なんかそういうのありましたけどね。あれもいい映画でした。ああ、そうですか。それ見たことないんですけどね。ただやっぱ、まあ、うん、ハイランダーいや、ハイランダー最高ですよ。<laughs> ええー。だけどね、今見るとつまんないんですよ、あれ。映画全般。え、本当に退屈あの辺、ハイランダーとか、ラビリンスとか、すんごいドキドキしてみましたよ。まあ、あの当時はね、すごいハイランダー面白かったんですけど、うん、本当面白くないですね、今見るとね。本当に <laughs> 最初の駐車場のところで終わりですね。そえー、それ本当に最初じゃないですか。うわぁ、ガシャーンって,ンってなるところね。マジでじゃあ腹を何回あの血統されて腹、血統で腹を刺されると、ハ <laughs> さーって言って、なんだお前いっつって、ハ <laughs> と <laughs> また呼び返ってくるところ。いや,いや、そこもうあいつらはねずー,ずーっと戦ってますから。えー、<ー>いや、もうあの設定だけでもすげえなーと思いましたけどね。 面白いと思って。うん、だから、それが今見たらそうでもないっていうのは、もうじゃあない、まあ俺はね、のまぁ、あ、ET ぐらいつまらなかったです。ね、あーえ t、ー、<て>俺 ET 昔すっげえ面白いと思って見たのに、こんなにつまんないのみたいな感じの。んやったらちょっとね、なんか軽く泣けそうになりましたからね、昔の ET。あ、なった、あの当時。 ね、うあの空飛ぶとことか、うわ、おもしと思ったんですけど、けっほども面白くなかったですね。今、ほら、映像がいじられてるからじゃないですか。そんなことは。ええ、それはオリジナルで見たかな。なかああ、じゃあ面白くないんだ。全然面白くなかったですね。ああ<ー>。どこのガキはと <laughs> 今、うん、今でもほら、上手見ても激突見ても面白いですけどね。まあね。うん。<laughs> 激突なんか。まあ まあ若干、しょぼいですけど、あの敵がずっと手しか出てこないですからね、うんって。<laughs> <laughs> 最高ですよ、あいつ。だけどね、スピルバーグは、だけど、後から見るとつまんないことは多いね。その一瞬は面白いですけどね。あの当時とか、うわー映画がおかった時代、あるじゃないですか、スピルバーグが時代を引っ張ってた時あった,あった、あった。あの時は、本当に普通に面白いと思ったんですけど、やっぱり。 プライベート・ライアンも本当にはもうこれすごいと思ってずっと見ら、うん、もう一見たら結構とも面もくないですね、はあ、シンドラーのリストもきつかったですね2回目見たらうんだからねやっぱ嘘っぱちなんですよねまあだから一発目がやっぱり面白い人なんじゃないですかそうそれはそれは思ううん、うん、キャッチ・ミー・フユー・キャンも一発目見た時ーときおおってなりましたからねあターミナルもそうか一発目見たときがやっぱり一番 おおそうすると、なんかね、今でも愛してるのと、やっぱり19 1941とかね、ああいうどうしようもないのがいいよね、ねああ、僕はやっぱりあれですね、アイアンジャイアントということで、レディープレイヤー1ですね。ええー。<laughs> もう。それはちょっとスピルバーグではないような気がしてならないですけど、ジャイアントです。<laughs> ジャイアントですから、ええー、もう最高はい、わかりました、ね。はい。まあ、そんな感じなんでね、ぜひ、ショーン・コネリー、ね、あの、映画はもういっぱい残ってますから、僕もいっぱい追いたいなと。 え思ってますんで、まあ皆さんもし面白いなったら教えてください。とりあえず僕、その「風とライオンですか?はい」っていうのは見てみようかな。いや、ちょっと待ってください。なんだっけちょっとせっかくタイトルがね、他のなんか似たやつと間違えてるかもしれない。うん。今検索しよう。最近買った映画とそれがなんかちょっとごっちゃになってるかもしれない。ああ、なんか似たタイトルのやつも結構多いですからね。うーん。だからね。 いまあのー、だにもしかすると北山さんの,あのファンでクイズ研究会の人がいたりするとあとで北山さんに、ね、嫌がらずのメールが行くかもしれません,からんかあもうねだいぶクイズ関係の人も僕が間違えまくっていることは認識してます北山さんは結構あれですねって記憶違いあるんですねっていう感じでこう最近は温かく迎えられてますから、えー、<laughs> ああ大丈夫風とライオンだ風とライオン,イオンはいそれじゃぜひ。 見てみたいで,す、ねで、まあ、あれでしょ。あの、イナウディ的にはザ・ロックでしょ。いや、えー、もう、それ、揺るがないでしょ。揺るがないでしょうね。で、僕ら的にはライジング・さんですかね。そうですね。<laughs> ライジング・さん最高です。<laughs> ライジング・さん最高なんでね。えー、ぜひ、昔のノイズズズもね、聞いていただきたいですけど、はい、なんか、僕が結構、不満ブーブーたれてたような気がしますけどね。いや、そらそうですよ。なんか、無理やり俺が <laughs> ってうこ、そうです はあみたいな <laughs> しかもあれでしょうあれ三時間ぐらいありますからねライジングさんだけどだんだんと北山さんも何かケイリーとたが楽しいな面白いですね,めねそうですね <laughs> ショーンコネリじゃないところで響き出しますからねだんだんうまいよこれとかなんか最高だなとか <laughs> わ私はケイ結婚です <laughs> うまいですからねええー いや、全然もう、ショーン・コネリの日本語ひどいですから、そこどけーって <laughs>、<laughs> そこどけーお前って言ってますから、いや、ひどいな、この日本語と、聞いてました。まあ、だか何のミュートウりイズリー・スナイプスのうまいですからね。<まあ S 2> そうです。ウォートショー・ケ感です <laughs>。うまいな。うまいですね。あの、あのテープでね、こう、レッスンしてますからね、彼はね、日本語習得しようと思ってね。そうそうはい。まあ、そんな感じでございます。<laughs> はい。ということで、ドンパキさん、ありがとうございました。<laughs>